ブロック島沖の海戦は、アメリカ独立戦争海戦からほぼ1年を経た1776年4月6日、夜、現在のロードアイランド州ブロック島沖で、大陸海軍とイギリス海軍の艦艇の間で戦われた海戦である。大陸海軍の艦隊7隻は、その諸女航海で、バハマ諸島のラッソーを襲撃して成功した帰り道だった。イギリス海軍は、 通報艦の MHS グラス号だった。グラス号はエセク・ホプキンス海軍大将が指揮する大陸海軍7隻からの捕獲を免れ逃げを伏せたがかなりの損傷を被っていた。大陸海軍の艦長数人はこの戦闘の行動を批判され、一人は解任された。ホプキンス大将も戦利品の分配など航海全体に関わる行動を批判され、 最終的に海軍を悲免された。MHS グラス号は、イギリス海軍の6等艦大砲20門搭載のフリゲート艦だった。1776年4月初旬、トラインガムハウ海軍大佐の指揮で、ロードアイランドのニューポートから、サウスカロライナのチャールストンを機にいるイギリス艦隊に伝言を運んでいた。サウスカロライナの艦隊は、チャールストンを攻撃するために集結していたが、 6月のサリバン島の戦いで敗北した。1775年遅く第二次大陸会議が大陸海軍を創設していた。1776年2月までに艦隊最初の艦船が諸女航海に出られるようになり、エセク・ホプキンス大将がバハマ諸島への遠征に8隻の艦船を率いて出発した。バハマには イギリス軍が軍需物資を置いていることが分かっていた。3月初旬、この艦隊は途中で偽装にトラブルのあった一隻が寄港して7隻になっていたが、ニュープロビデンス島に海兵隊を上陸させ、ナス層の町を占領した。艦隊は捕獲した2隻の船舶を加えて大きくなり、軍需物資を積んで3月17日にナスを立ち北に向かった。艦隊の一隻は、 フィラデルフィアに向かわせ、残りはブロック島の水路に進んだ。この艦隊の航海では、熱病や天然痘など様々な病気が蔓延し、使える乗組員の数が減っていた。4月4日までに艦隊はロングアイランドの海域に達し、イギリス海軍の HMS ホークと遭遇して、これを打破した。ホークも軍需物資を積んでいた。 翌日には2隻目の戦利品ボルトンを打破した。ホップキンスはさらに容易な戦利品を取られることを期待し、その夜はブロック島沖の航海を続け、2列渋滞の偵察体系を作っていた。右側すなわち、東側列はカボを先頭にホップキンスの機関であるアルフレッドが続き、左側の列はアンドリュードリアを先頭にコロンバスが続いた。これらの後方にプロビデンス、 フライ及びワスプが戦利品の護衛をしながら続いた。戦利品の船に乗組員を乗せる必要があったために艦隊の実行戦闘員がさらに減っていた。ブロック島付近の衛星写真、島をハイライトで示す、海戦はその南東で行われたその夜は異常なほど晴れており、満月に近かった。4月6日の午前に1時と2時の間、艦隊は南向きに走行していた。 ブロック島の南東約8リーグで、アンドリュー・ドリアとグラスゴーが互いを視認した。グラスゴーは西に向かっており、チャールストンを目指していた。ハウ艦長は艦隊を偵察するためにその下手に回し、その後の30分間以上を使って試行できる範囲に入った。ホップキンス大将はこの間も信号を発しなかったので、艦隊は戦闘体系を取らず、結果的に、 アンドリュードリア艦長のニコラス・ビドルが後に大慌てと表現した戦闘に突入した。ハウはまずカボーに向かった。カボーの艦長はホップキンスの息子、ジョン・ホップキンスだった。ジョンは識別を問われた時にコロンバスとアルフレッド、22門搭載のフリゲート艦と答えた。その艦に乗っていた熱心すぎる水兵がグラス号の甲板に手投げ弾を投げ入れ、 戦闘が始まった。カボーは武装の軽いブリック戦であり、効果はあまりない潜伏の6ポンド砲1門を発砲した。グラス号は潜伏のさらに重い2門の方で反撃し、カボーの船長を殺し、ジョン・ホプキンス。カボーが漂いながら去ると、アルフレッドがグラス号に向かってきて、互いに潜伏の方で砲撃戦に入った。この戦闘初期に放った。 グラス号の砲弾がアルフレッドの舵事塚につながる綱を切っており、一時的に操舵ができなくなったことで操車される位置取りになってしまった。アルフレッドが漂うことでアンドリュードリアは戦闘に加わることができず、さらには漂流する過ボを避ける必要性もあった。プロビデンスが取って返し、コロンバスも遅れて戦闘に加わったが、 その発砲はあまりに大まかなものだったので、グラス号に損傷を与えられなかった。グラス号はこの時三艦から攻撃を受けることになったので、乗り移りを避けるために戦闘を中断し、ニューポートに戻る決断をした。ホや偽装に大きな損傷を受けていたにもかかわらず、追いかける艦隊を引き離した。アメリカ艦隊は捕獲した品物をたっぷり積んでいたので、船足が遅かった。 日中まで数時間続いた追跡の後、ホップキンスはニューポートのイギリス戦隊との遭遇を避けるために追跡を止めさせた。唯一の戦利品といえばグラス号の上陸用小船であり、それを4月8日にコネチカットのニューロンドンに停泊するまで持ち帰った。グラス号の乗組員は戦士一人、負傷三人の合計4人が損失だった。 これは大陸海軍のお粗末な砲撃能力を示していた。被害を受けた者全員がマスケット銃によるものだった。カボーに乗っていた4人が戦死し、7人が負傷した。アルフレッドでは6人が戦死、6人が負傷した。アンドリュー・ドリアでは古種が1人負傷していた。戦闘中のコロンバス、ウィリアム・ノーランド・バン・パウェルが大陸海議議長のジョン・ハンコックは、 ホップキンスの艦隊の功績を称賛したが、グラス号を捕まえ損なったことで、大陸会議周辺の海軍に対する反対者に批判の機会を作ってしまった。ニコラス・ビドルはこの海戦について、これより軽率で指揮を誤った事態は起こり得ないと記した。コロンバスの艦長エイブラハム・ウィップルはしばらく噂や臆病という告発に耐えていたが、そのおめを注ぐために、 軍法会議を求めることになった。この公会に参加した士官で構成される陪審団によって、軍法会議は5月6日に開催され、ウィップルは臆病の罪を晴らしたが、判断ミスについては批判された。プロビデンスの艦長ジョンハザードはそれほど幸運ではなかった。グラスゴーとの戦闘中に任務怠慢だったことなど、部下から様々な罪を告発され、軍法会議で有罪となり、 その任官を辞めさせられた。ホップキンス大将はこの海戦と関連がないことで、大陸会議の査問を受けた。バージニアやカロライナに行く代わりに、ナッソーに公開したことで文書による命令に違反しており、コネチカットやロードアイランドへの公開中に得た、戦利品を大陸会議への相談なしに配分していた。ホップキンスはこれらの罪に対して問責され、 艦隊が二度と後悔できなくなったことなど、さらなる議論が続いた後の1778年1月に海軍から悲免された。艦隊の多くの艦船は乗組員不足に陥り、イギリス軍が1776年遅くにニューポートを占領したことで、艦隊はロードアイランドのプロビデンスに閉じ込められてしまった。グラスゴはこの海戦で損傷を受け、任務を捨てて、 ニューポートに戻った。その船体は非常に傷んでいたので、航海に耐えられるほどまで修理して、修繕のために本国のポーツマスまで送られた。その任務は、ニューポート船体の別の艦船 HMS、ノーティラスに渡された。ありがとうございます。